皆さんこんにちは、アトミックです。やっこ先生です。やっぱらりーん。前回の動画でロゼの兄弟をね、紹介するという動画だったんですけど、せっかくここに来てるということで、ちょっと俺一個やりたいなということありまして、ボスタイガーって言ってたんですね。で、これってうちの猫を悪さしたらこれが出てくるやつなんですけど、本当にもうこのお面出すだけで悪さをしなくなるっていうぐらい効果がある。この猫にも効果があるのかというのを実践してみたいなと思いまして、よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。どうですかね、実際。猫は嗅覚でね、相手とかいろいろ判断するんですけど、野生の本能ってすごく色濃く残ってるのが猫なんですよ。だから多分見たらびっくりすると思うんですよ、僕。嗅覚で判断するんだったら、絶対そんなシャーっていかないですよね。まあまあそうですよね。でも見た目はやっぱ多少あると思うんですよね。怖いですもん。前に、たまよちゃんが妊娠してたじゃないですか。そのルトの異母兄弟の妹なんですけど、その子が出産しまして、6匹も。あ、6匹。6匹のうち、お客様の元に。はい、5匹は。ということは残り1匹が、はい、残ってます。その1匹っていうのはもう、販売しない。一応もううちに残そうかな。あ、そうなんですか。はい、今ね、シルバーの子すごい人気なんですよ。ルト効果かな。そうかもしれないです。たまよちゃんの子供でーす。すごい、なんかでも、このなんていうんですかね、毛のふわふわはでも、ちょっとルトの子供の時の子が、ふわふわしてましたね。ものすごい、こう、よく遊ぶ子でして。めちゃめちゃ遊びますね。うん、元気ですね。トムさん、まだ名前決まってないんですよね、その。ここに残す。そうそうそう、母猫でちょっと頑張ってもらおうかな。ってことは、たまよちゃんみたいな感じの名前とか、もえちゃんみたいな名前をつけたいってことですよね。そうそうそう。どうしよう、なんかあります？候補みたいなの。いや、どうしようかなって。結構みんな適当に来てるんで。うん。少年ジャンプからよく撮ったりするんですよね。ああ、なるほど。はい。で、この動画で募集しますか？ああ、それいいっすね。はい、はい。募集して、はい、このコメント欄に名前を書いてもらって、はい、一緒に決めましょうすね。ああ、いいですよ。この子のね、名前をぜひコメント欄に書いてください。いいっすね。面白いんじゃないですか。確かに、うん、ちなみに言うと、だってここに来たらいつでもこの子に会えるってことですか。会えますね、はい。あー、すごい。じゃん。じゃあ名前募集待ってます。お願いします。うわ、ルトのようにうまくいかねえわ。これ久しぶりのボスタイガーですね。めちゃめちゃいたじゃないですか、猫。大丈夫かな。なんか逆にめっちゃ楽しい。どうした？
かりますね、みんなね。音もちょっとね、声も。最後に、ジョー太郎。はい。ちょ、ロゼのお父さんいるじゃないですか。はい。ちょっと対マンさせてください。いいですよ。上太郎はさすがに怖いです。怖いです。出してみ、出してみ。ちょっと怖かったですね。上太郎怖がるんだ。上太郎は重い、さすがに。うわ、でかっ。はい、痛がってます。よし。来い、上太郎。でかっ、本当に。これやばいぜ。ジョー太郎があと3倍ぐらい大きかったら俺食い殺されるぜこいつ、ね、でも血は争えない。言ってロゼのお父さんだからね。怖い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 。ジョー太郎、おじさんが守ってあげるよ、大丈夫だよ。ジョー太郎、ジョー太郎、ごめんね。ごめんねじゃねえわ。助けたよ。アクア滅んだ。ネギって言ってる。今日もお土産が。あ、いい、え、いいんですか。いいです、いいです。ありがとうございます。はなちゃん、買ってきました。ありがとうございます。ホワイト色地だ。すげえ。非売品です、非売品。あ、おー、かっこいい。すごいです。いいじゃないですか。いいじゃないですか。いただきましたー。僕もちょっと反応見れてちょっとね、新鮮でした。なんかでも、本当に嗅覚というよりかは、多分ですけど、視覚。本当に視覚でしたね。個人的には、ちょっと楽しい反面怖かったです。ジョー太郎正直怖かったんですよ。今日もありがとうございました。またお伺いすることがあったらよろしくお願いします。お願いします。最後、せーの、ニャンパリーン。はい。せーの、ニャンパリーン。